叔父上はまだか。船着き場で待とう。おじ上、来ないかと疑った。お話があります。力を合わせれば蒙古の残党を打ち払い島を取り戻せましょう。お前の務めではない。酒井家は武士の身分を失った。この日をもってお前は武士ではない。民のためこの身を尽くしました。悔いはありません。新たな武家が本土から使わされる。領地や屋敷も失われよう。故郷に別れを告げても、ついてまいれ。変わらず地頭を務めるのですか。さよう。本土の武士を鍛える任を授かったからな。よかった。蒙古は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより御妻をめとって家族を作られては。今さら何を申す。ぬかるみにはまったようだ。そこもと手を貸そう。そんなめっそうもございません。遠慮いたすな。一人では動かせんぞ。ありがとうございます。見た目より泥が深くて。大きい荷だな。行き先は城郭へ。クロード様の勢がいるので。勢がおるのか。ご存じない。近々大風を味方に海を渡り原国を焼き尽くすそうです。それは大層な話だ。この荷は全て食べ物です。せめてと思って。まずは泥から出さねばな。このご恩は忘れません。上学までの道のりは長い。ぬかるみに気をつけよう。猛虎にもな。そうします。あやつの話を信じてはなりません。今はよせ。ついてこい。ノブ、税などおりません。日ごとにお前の大義に民が集まっておる。将軍様は案じておいでだ。このわしもな。それは無用の思案かと。新しい武家が来たら民は神戸を垂れるのだろうか。
クロードの名のもと背を向けるのだ。さようなことはさせません。言って聞かせます。お前が手本を見せたのだ。わしに背いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を刺されるとは思わんのだ。さあ馬を降りろ。ここからは歩く。御意のままに。我が一族の墓所、酒井家の先祖七代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。寂しくなります。そうだな。お前は謀反になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし、己を守るためです。毒でか。もうこの手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を見上げに。その首は我が戒めだ。これで最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。
我がシフト。知れたる綱と知ればこそ。メイドの蓮に出で会うるかも。父も母も見ておるぞ。はい、叔父上。耐えてやる。酒井家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする？やります。死ぬわけにはいかない。仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。叔父上、お許しください。私の過ちを正すおつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。
誉れある最後を遂げたい。父だけは消えません。これから先罪人として追われることになるぞ。承知の上。この家紋を見て育ってきたのだがな。ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や堺家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。追っ手が来るかな。叔父上ではないが、誰かに追われることになろう。とにかく生きててよかったよ。藩を殺して蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。石川先生はまだ弟子を追っかけてる。俺の帰りを心待ちにしていらっしゃるだろうな。政子殿はどこだ。一族の敵を追ってる。手を貸すって言ったら軽く言いなされたよ。お一人では危ういな。探してみよう。ノリオと話したか。まだ人手が足りないって言ってた。ユリの身が気がかりだ。憂いに沈んでおる様子だった。今は誰もが憂いてる。お主とは大綱での用を済まさねばならんな。そうさ、忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これからは二手に分かれようか。猛虎を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。